大山正志安永8年12月17日は、江戸時代中期の薩摩藩士、鹿児島城城下市、立流の剣術家で、道剣術の師範家。通称は、住四郎。意味名は、帝政。一般には、大仙住四郎として知られる。田中すぐる山の門人となって、立流の開伝を授かり、すぐる山の死後は、 種ヶ島健介の門人となって次元流を送電する。なお、帝政の立ち流は、この角太郎交渉に送電される。また、帝政の門人に、西郷吉兵衛がいたが、この吉兵衛は、西郷高光の父で、西郷高森の曽祖,祖父である。藩主、島津重秀が増子官と合わせて、後の演武官を建設すると、帝政は、東郷大宮、同じ優山の弟子である。 和田健太兵衛ジョイン、師匠の一族である田中木助と共に剣術師範として指導を命じられる。日割りでは、帝政は三日目の師範となっており、帝政の立ち流は範でも認められていた。なお、日割りによると一日目は、東郷東衛門、二日目は田中木助となっている。帝政の立ち流は、角太郎交渉の後に、大戦済白綱正。 大戦降格衛門に送電されたというのが一般的であり、このため大戦降格衛門というと幕末の人物が著名である。ただ、実のところ、帝生の生前や在明中にも大戦降格衛門と称す人物は存在していた。なお、帝生と以下の大戦降格衛門とは親族と思われるが、詳細は不明。また久保の A の見聞引きでは、 新松院の霊帝、宮野原神五兵衛と大仙工格衛門を新松院のおかげで出世した人物として挙げている。大仙工格衛門が実際に江田氏の弟かは確かではないが、宮野原氏を介して新松院の親族になっていたのは確かである。完成2年の初夏芸術伝来閣三章、三国名小図では、福生寺の松寺、伊住院座との福寿さ山、 梅学寺の末寺という。同寺は、薬丸建福の菩提寺、西田村の洋山芋王子の右にあった。なお跡地は現在、笑い竹寺公園となっている。意味名は、笑い竹寺墓地由衣墓三参照。なお、同書で次元流師範としているが、間違い。天見資料修正では、共和元年に、機械と大官府役を務め、笑い竹寺由衣墓では、 今日は3年8月18日に死去。鹿児島県資料集9期雑録後編6三章。意名縄、笑いたけ寺墓地ゆ書し三章。なお、文政9年11月28日に死去という、ありがとうございます。